長距離列車用、電車形式群の総称である。湘南電車と呼ばれる車両の初代に該当する。太平洋戦争後、東海道本線東京地区普通列車のラッシュ輸送対策として、電気機関車牽引客車列車からの運用時間へを目的に、当初から、長大編成蘇生を前提として、開発、設計された。これ以前は、 客車列車を輸送の本流として扱い、電車は大都市圏の短距離輸送に重点を置く、補助的な存在と捉えていた国鉄が、100km を超える長距離輸送に本格投入した最初の電車であり、走行性能で電気機関車牽引客車列車を大きく凌駕し、居住性でも初めて肩を並べた。電車が長距離大量輸送に耐えることを国鉄において、 実証し、その基本構想は、後年の東海道新幹線の実現にまで影響を及ぼした。メカニズム面では、基本的に国鉄が、大正時代から蓄積してきた伝統的設計の流れを継承するが、内容は大幅な強化、刷新が図られ、1950年代に続いて、開発された 70K、72K 前、金属車大車とともに、 国鉄における吊り掛け駆動方式休憩電車の集大成と評すべき存在となった。1950年から1958年までの8年間に、渡り、大小の改良を重ねつつ、合計652両が製造され、普通列車、準急列車用として、本州各地の直流電化区間で広く運用されたが、1983年までに、 営業運転を終了し、保存予定で、車席が残っていた一両を除いては1984年に、形式消滅した。東海道本線における、長距離電車運転は、鉄道省時代の対象後期に、横浜高図艦電化が計画され、完成時にはに扉せミクロスシートを装備するデハ43,200、軽電車の申請投入が計画された。しかし、 計画途上の1923年に関東大震災が発生。電化も1925年に完成となったことや被災者の補充が優先されたために本計画は断念された。一方で電車による長距離運転は1930年から横須賀線、東京横須賀間約 68km において従来の客車列車地間へで実施された。 この施策は、速度向上やラッシュ対策の実績を上げ、翌1931年からは長距離対応型の2、扉クロスシート車32系電車を新たに投入。2等車を含んだ編成で居住性を大きく改善した。しかし電車化の本命とされた東海道、本線普通列車では、横須賀線より長距離運行系統という事情もあり、 太平洋戦争後まで長年にわたり、電気機関車牽引列車で運行されることになった。終戦後の混乱期における輸送事情逼迫は、極めて著しく、東海道本線東京地区についても横須賀線と、同様に、加減速性能、高速性能の優れた電車を投入し、高頻度運行で激増する輸送需要に、対応しなければならない状況に至った。 東海道本線電化は1934年の丹那トンネル開通時点で東京から沼津までが完成しており1946年時点の国鉄はこの約 126km の区間で普通列車電車化を計画した。しかし当時連合国軍の占領下で日本の鉄道政策を掌握した。 連合国軍最高司令官総司令部第3鉄道輸送司令部はアメリカ合衆国のインターアーバンではすでに衰退が始まっていた事例から 100km を超える長距離区間の長大編成電車列車による高頻度運行には懐疑的であった。また設備投資抑制が図られていたこともあり本計画が必要とする申請車両の定数充足を認めようとしなかった。 国鉄は、上述した、障害の中で、製造許可を得るために、東海道線電車についても、横須賀線程度の短距離運転という名目で、ひとまず計画をスタートさせ、後から距離を延長して、初期の目的を達成するという策略を用い、ようやく本計画にかかる予算を承認させた。島秀夫工作局局長主導の旅客車、開発グループの手により、 比較的長時間にわたる乗車と高速運転を配慮した構造を念頭に置いた国鉄発の本格的長距離電車として設計、開発が行われた。実績のある既存技術に加え鉄道技術研究所において研究が進められていた新たな各種技術の導入もふんだんに求められた。本系列開発以前の日本では電車は 単編成運転が原則で、国鉄、私鉄を問わず運用上の小回りが効くように、電動車は全て運転台付きとされていたが、長大編成が前提となる、本系列は、電動車は中間車のみとし、先頭車は制御機能に徹する、中間電動車方式を採用し、乗り心地やコスト面における改善を実現した。台車は、 コロジ空気の採用や高速大車振動研究会の研究成果を取り入れた新設計の段階的な導入により乗り心地と高速走行時の振動特性の改善が図られた。さらにブレーキ制御は在来の自動空気ブレーキに電磁弁を加え後部車での応答遅延を最小限に抑えることで当時の電車としては未曾有の長大編成となる16両編成運転を 可能とした。また、大出力モーター搭載の長所を活かし、当初は編成内、MT 費を2、3とする、経済編成を基本とした。高速型台車や、中継弁、電磁球配弁付自動空気ブレーキなどを除けば、関西私鉄各社の戦前型電車に比較しても、スペック自体は優位ではないが、それらの技術開発成果や影響も参見される。 本系列の真の革新性は、対極的な背景から捉えるべきものである。技術面では大量増備を考慮して、コストを抑制した経済的かつ堅実な選択も見受けられるが、全体では、規制概念を覆す大規模な総合システムとして現実に成立させ、なおかつ集中的に運用したことに意義があった。営業開始前試運転で、 車両化最小出事故が発生した。営業運転開始後の当初は初期故障が頻発、世間から湘南電車をもじった湘南電車などの不名誉な呼ばれ方もされたが、各機器の改良や設計見直しによる故障解消並びに性能安定化が得られ、客車並みの設備と乗り心地とスピードアップ効果から徐々に利用者の支持を得た。 区波86,065無波80系200番台区波86系300番台基本的共通事項として、乗降を円滑にするため3等車は1メートル、2等車、サロ85型は700ミリメートル幅の、片開き片側にドア客用扉と車端部デッキを採用する。当初からの構造的特徴として、 大枠の内大写真皿中心間で船の流骨に相当する中量を簡素化し、車体側板と接する側張りを強化することにより、はしご状の大枠構造全体で必要な強度を確保しつつ軽量化を図っていた点が挙げられる。これは1930年製造の16メートル車で、川崎車両の設計により採用されたのが、日本の高速電車における書室であるが、 その先進的軽量化設計の意義を合理的な強度計算手法を含め理解しようとしなかった無理解な鉄道省の担当官による硬直的な対応で、ゾ備車では重量装備への対抗を強制され、以後太平洋戦争後に至るまで約20年にわたり帰り見られていなかった手法である。本系列ではかつて鉄道省の担当官が だと、打倒ならざるとして禁止したこの設計手法を、その後ろ身である、日本国有鉄道の車両局自らが、より長く重い20メートル級車両で採用したもので、ある。以後、この設計手法は、後続の国鉄70系電車や近鉄2250系電車をはじめとする、各私鉄の新造車など、聴覚構造の設計手法が導入されるまでの時期に、 設計製造された日本の鉄道車両で積極的に用いられる一般的な軽量化手法として広く普及した。初期の半構成車では窓の高さが客車や従来の電車よりも若干高い位置とされた。引き続き改良も実施されており、客室天井の通風機が初期車での大型砲、金星風量調節機能付から二次車では 製造コスト低減のため皿型の簡素なものになるなどの変更点もある。客席浴場の通風機は製造期間中3回にわたって形状を変更され、試作系通風機を含めると計5種類に分類できる。なお、設計変更も含む大改良のため以下の万代区分も実施された。もは8万1の車内客室内装も当初は、 戦前同様に木製で照明も白熱灯を採用。客車同様のクロスシート、両端のみ、通勤利用も考慮し、ロングシートとし、座席下には、電気暖房を搭載する。クロスシートは、座席のシートピッチを、従来の客車より縮め、座席数を増やして、定員を拡大するとともに、通路幅を 800mm に広げた。トイレは、 デッキ側から出入りする構造として、客室との遮断を図り、周期漏れ対策や、他の乗客の視線を受けない配慮がなされた。また、従来の鉄道車両用トイレは床板に和式便器を埋め込み、配管等は床上に露出した構造だったが、配管の破損や床の汚損が絶えなかったため、階段状の段差を作り、段状に和式便器を埋め込み、 配管等は段の内側に隠す構造が初めて採用された。この様式は80系が講師となり、一般家庭の和式トイレにまで採用されるようになった。本方式は、公安社である当時の島秀夫国鉄工作局長のイニシャルから、当初 S 式弁器と呼称した。台車、主電動機、主制御機などは、戦時設計ながら、 戦後も大量増備されていた6 3系通勤系電車に1947年以降試験、搭載され改良を重ねてきた新技術が活かされている。そのシステムは1950年時点の国鉄における最新、最良の内容と言えるものである。大出力主電動機搭載の長所を活かし、当初は編成内 MT 比に3で、 軌動加速度時速 1.25kmS とする経済編成を基本とし、通常運転の最高速度は時速 95km、設計最高速度は時速 110km とした。なお1955年には東海道本線での速度試験で MT4-1 の特別編成が時速 125km の最高速度を記録している。 主電動機当時の国鉄電車用として、最強力の正式電動機である MT40 を搭載する。駆動装置は従来同利釣り掛け駆動方式を採用し、歯車比は同じ MT40 を走過する63系、通勤系電車の2.87に対し、高速性能を重視した2.56とした。 これにより1時間定格速度は前回時時時速 56.0km、60%弱開時で時速 70.0km となった。主制御機1949年度製造の初期型では設計開発が間に合わず、戦前から長らく国鉄標準機種であった CS5A 電空間無軸式主制御機を暫定的に搭載した。 1951年度製造者からは6 3系での試作開発結果を受けて開発された CS10 電動化無軸式種制御機に変更された。CS10 は CS5 に対して以下の相違点を有する。制御段数は直列7段、並列6段、並列弱め回、次1段で弱め回自立は60%である。 さらに1952年以降製造グループでは、並列弱めかい時段を二段構成とし、弱めかい自立を60%と75%の二段切り替えとした、改良型の CS10A に変更、高速域での走行特性が改善された。区波 86K、区波 85K、雲湯に8 1系の主幹制御機は、いずれもゼネラルエレクトリック社製。 C36 のデッドコピー品で戦前より国鉄電車の標準機種であった MC1K e の MC1A e を搭載する。台車戦後製造の国鉄車両であり、当初から全車コロ軸受けを採用したことで長距離、高速運転で問題となる。車軸発熱は低減されたが、改良目的で製造年次によって幾度か変更が実施されている。 初期型 DT16 系、台車1952年以降もは80系200番台、300番台 DT20A 台車試作台車本系列では、車両メーカー各社による試作台車の使用が行われた。以下で、その詳細について解説を行うが、これらはいずれも試験終了後に、標準の DT16TR43 に交換された。 ブレーキ長大編成電車に適合させた自動空気ブレーキのエアブレーキを国鉄の量産車として初めて採用した。戦前から一部の車両を使って実用試験が繰り返されてきた電磁空気弁付きの AE ブレーキを基本として開発されたものである。電磁空気弁の併用により編成の先頭から最後尾まで ほぼ遅延なくブレーキを動作させることが可能となり、日本の電車としては、未曾有の長大編成である16両編成運転が実現した。ブレーキシリンダを車体床下に掃化し、ロッドで台車に制動力を伝える点では、在来系電車と変わらなかったが、在来系電車が、1両あたり1シリンダ仕様で、前後2機の台車を、てこと、 ロッドで連動させて制動していたのに対し、本系列では、中継弁仕様の恩恵で、台車一台ごとに独立した専用ブレーキシリンダーを配置する、一両あたりにシリンダー仕様となり、作動性と保安性も向上させた。この仕様は、国鉄電車では、休憩国電グループでの採用にとどまり、新性能電車グループ以後は台車への直接シリンダ搭載にまで進歩したが、 機動車では、標準台車のブレーキが長く車体シリンダ仕様を用いたこともあり、1953年の液体式、機動車実用化後も、国鉄末期の一部車種にまで30年以上にわたって、踏襲された。ジャンパ連結機従来の休憩国電では、低圧制御回路は、低格電圧 100V で動作する12芯のの K52、K ジャンパ連結機2機により総括制御。 行っていたが、本系列では、基本的にそれまでの系列との混血運用を実施しないことが前提とされたため、定格電圧は、同じ1 0 0トでありながらも15芯の毛53型2機とされた、ほか、放送回路用として7芯の毛 50A 型を装備する。新造車は、基本番台、座席間隔が拡大された1956年以降、 製造の100番台、200番台、全金属車体となった300番台の番台区分が存在するほか、改造形式についても解説を行う。心臓形式区波86,063区波86、計300番台区波86,332、シールドビーム2等化改造車区波86,059。 全面窓木製枠残存者1965年、なお、当社は、左右両方の窓とも縦寸法の小さいものに、交換されたが、片方だけ交換したものとして、他に86,123.8634486,352、などがある。もは83,79もは83,25、増設階層運転台も湯に81系手前は、 EF-13 型電気機関車改造形式区波850009区波85309区波85104区波85108全面窓位置が低い異端尺も283103万 3, 3計画のみの未成形式1956年から1961年にかけて1949.50年度製車の 前車と1951年度製車のうち、関西地区配属であった、モハ8万87.088、クハ8万6057.058、サハ8万7041から043 04に、施行された。桜木町事故を教訓とした、絶縁強化工事と劣化した部品の交換が主な、施行内容であるが、以下では主に外観上の変化について記述する。 この結果、前述の東陸派86,059.86060の2両のみが1960年代以降も、正面窓枠が、木製のまま残存した。1973年から1976年に、かけて、以下に示す1955年度以前製造者を、対象として陳腐化した内装を、デコラバリか、側窓枠あるミサしか、 日よけロールカーテン化、トイレ改装等を施行した、更新工事である。なお本工事施行以前に区ハ8万6千5は、アルミッシ化が施行されたほか、モハ 80, 8万27.800898万96から098サハ8万7千41は、戸袋窓を、木枠のままとし、モハ8万27を除いて、H ゴム化された。本系列は、 東海道本線、東京沼津間の客車普通列車地下へを目的とし、1950年にモハ80系32両、クハ86系20両、サハパ87型16両、サロ85系5両の、計73両が、多摩地電車区に申請配置されたのをきっかけに、その後は、京都神戸間の急行電車52系へ、 流電置き換えや高崎宣伝課開業に伴う、客車普通列車置き換えなどに続々と投入された。本節では年代ごとに分けて開設を行う。1950年3月1日に、湘南伊豆電車の愛称で、東海道本線、東京沼津間、伊東線での運用を開始した。東京口では、同年7月に、静岡、1951年には2月に、 浜松へと運用領域を拡大したほか、サロ85型が増備され、基本重量両編成付属5両編成の形態となり、郵便荷物車1両を含む電車としては、当時世界最長最大の16両編成での運転を実施した。一方、京阪新地区へは、京都神戸間の急行電車を、戦前形のモハ四4 2系へ、5 2系から置き換える。 ために1950年10月から、宮原電車区に配置された。当初は区ハ86系、モハ80系2両ずつの4両を編成7本28両で、運転が開始されたが、好評を得たことから数回にわたり、車両増備を繰り返し、1952年8月からは、佐波87型を増結した5両編成となった。また、 宮原区には1956年11月の東海道本線全線電化に伴う前原、京都間客車列車を置き換え用車両も配置された。さらに、東海道本線全域のみならず、1952年の高崎線化、下、1958年の山陽本線姫路電化、東北本線宇都宮電化でも投入され、 高崎第二機関区、大垣電車区、宇都宮機関区にも申請配置が行われた。また、電車特急計画が具体化した段階で、冷房装置の装備が決定したため、1957年8月に、サロ85,022、大井工場で、屋根状に分散式冷房装置4機と床下に、冷房用電源として、容量18クバの MG を搭載する改造工事が、 施行され試験が行われた。優等列車への投入東海道、本線優等列車遠隔、近鉄特急市近鉄線と、並行する国鉄、JR 線の優等列車、東海、踊り子も、参照のこと。接客設備が電車としては良好であったため1950年10月、伊豆方面への温泉準急列車、天城井出湯。 松島に投入され東京・熱海間において、当時の客車特急列車と同等の所要時間90分で走行する高速運転を行った。その後、1957年には、東京・名古屋、大垣間の東海、名古屋・大阪、神戸間の比叡両順急列車に300番台車が投入され、従来の客車急行列車をしのぐ俊足と高められた。 居住制により、電車でも長距離優等列車運用が可能であることを実証した。一方、高崎線、上越線、東北本線筋でも1958年11月から、上野、水上間の湯煙をきっかけに、以下の準急列車に投入された。なお、8 0系には、他の休憩電車には見られない、各座席の石板表示が、全車全席にあり、 優等列車をはじめとする座席指定列車に重当することも容易だった。一方、70系など他の旧型は臨時の定員制列車などに重当するまでにとどめざるを得ない部分でもあった。寸津鉄道乗り入れ対策東海道本線、三島駅から分岐する寸津鉄道寸津線は沿線に伊豆半島中部の温泉観光地帯が存在するため太平洋戦争前から 国鉄列車の直通乗り入れ運転が行われていた。戦中戦後の休止時期を経て1949年10月から、客車列車による東京修前時間の温泉直通準急列車が、イデユの愛称付きで再開された。翌年、本系列が、東海道本線、東京沼津間伊東線を運行開始すると、修前時期温泉準急の電車化が検討されたが、 以下の問題点があった。そこで、妥協策としても母80型に最小限補機類のみを副電圧仕様に改造試行をする案が被下げされた。結果的に補助電源系統のみを副電圧対応とする改造が一部車両に施行され、1950年10月からは本系列4両編成で、1952年3月からは、 サロ85系組込みの5両編成による、主前寺直通準急天城・伊出湯の運転が実施された。三島での遺伝圧を伴う点線は、東海道本線、寸津線間渡り線の短いデッドセクションを開催し、下り列車では、以下の手順で行われた。上り列車では、上述逆手順で点線が行われたが、1M 方式の休憩国連であったために、 可能な方法であった。この点線は1959年9月に、寸ン線が直流1 5 0 0トへ昇圧したため終了し、ほぼ同時期に、湘南準急重当車両も153系へ置き換えられた。1960年代以降も、国鉄電化の慎重に伴って、運用線区を拡大したが、 首都圏や京阪新地区では11 1 1 1 1 1 3 1 1 5系などのよりラッシュ輸送に適合する後継者への地間へで1960年代後半までにほぼ運用を離脱し地方路線に転用されて客車列車の電車化などに充てられたしかし8 0系はもともと大出力主電動機を搭載するため編成の電動車比率を上げれば急行バイク間での運用も 十分に可能であることから、山岳路線にも投入された。その結果、本州内の国鉄直流電化区間の大半で主に、普通列車として、後半に運用された。この運用線区広域化の過程では、様々な改造、対策が実施された。また、行楽客へのサービスの一環として、首都圏の非電化区間に、蒸気機関車やディーゼル機関車の牽引で、 直通運転も行った。機関車との間には、控え車を兼ねたサービス電源用バッテリーを搭載した電源車を連結し、客室照明などの最小限の電源をまかない、無電源問題を解決するというユニークな試みも見られた。本件については2つの事例が確認できる。その後は、直通機動車列車の導入や、路線電化の進展で、 発展的解消を遂げているが、本系列が中距離行楽列車などにも適した設備を備えていたことも含めて、この種の特殊な運用、改造、改良、試行錯誤は、後の技術蓄積や運用計画に大きな影響を与えた。優等列車運用東海道、本線優等列車遠隔、山陽本線優等列車遠隔、時、草津、浅間、藤川、稲穂。 マリンライナー四国連絡列車遠隔も参照のこと。1 5 3系1 6 5系が増備され置き換えが進められる一方で、本系列の準急列車運用は引き続き行われていた。本年代には長距離急行列車にも投入された例があるが、二等車に洗面所がない、車端部の吊り革とロングシートが存在、シートピッチや、 座席幅の狭い一時車や、さらには混用されていた戦前形たちの存在など、接客設備が普通列車水準で、長距離誘導運用に適さない、問題点があったことから、いずれも短期間の運用に終わった。本系列による、最長距離運行列車は、1960年6月から上、上述、比例要編成で運転された東京姫路間の、臨時夜高級校、 針まである。理由は、車両不足によるものであり、翌1961年7月には153、系に置き換えられた。定期列車では、1962年6月の、新越本線新潟電化完成により、これ以前に、上野長岡間準急雪国に往復の内本系列で運転されていた位置、往復の区間延長、急行列車格上げの形で、下り、 ヤヒコ登り、佐渡に本系列が投入された。車両は、高崎線普通列車と共通運用となる新前橋、電車区所属車が投入された。準急列車仕様の300番台のみでの、編成蘇生ができずに、正面3枚窓の区配86軽初期車や、制御車及び付随車不足から本系列の編成に、混用されていた戦前形の区配47型。 サハ48型も組み込まれるなどの問題を抱えながらも電車ならではの速達性から客車休行より利用率は高く好評を博した。本系列の投入は一時的な措置であり、1963年3月には残存していた客車休行も含め新たに開発された1 6 5系に置き換えられた。その後は次々と、 準急列車も153.165系に置き換えられたが、1965年10月のダイヤ改正では、飯田線急行稲荷本系列を投入したほか、1966年3月に 100km を超えて走行する準急はすべて急行列車となり、1964年から運転されていたミノ線準急藤川も急行格上げとなった。 なお本系列による特急列車への投入実例がある。自己廃車もなく全車車席を有していた。本系列は引き続き本州内での運用が継続され、1973年の中央本線中津川塩尻間電化完成により、同線交付異性並びに、篠の井線での運用も開始された。一方、優等列車も急行、那。 富士川での運用も継続されたが、1972年3月のダイヤ改正で165経過され消滅。しかし1973年4月1日から、それまでキハ58系で運転されていた急行、天竜の下り1号に本系列が投入された。だが1977年になると、余剰老朽化並びに、機器整備合理化の検知から3月に2両が、 廃車されたのを皮切りに一気に廃車が加速。1977年3月28日には、本系列発祥の地である、東海道本線東京口での運用が、1978年5月には、最後の急行運用であった、天竜下り1号の運用も終了。その後は113系2000番台、115系1000番台などの、申請投入による代替で、 段階的に本格的な廃車が開始された。なお、1975年3月のダイヤ改正によって、広島運転所の左派4両が、旧車になり、復活を見ることなく1977年に廃車されたので、実質的に最初の用途廃止となった。 廃車階層区派86,301もは83,02もは83,49区派86,342雲に83,103最後まで運用されたのは、飯田線豊橋口に転用された300番台車である。1978年から豊橋機関区に集中配置され基本4両編成に、 朝夕は一部も白波を増結するという特徴的な運用が行われたが、これも1983年には119、軽電車に置き換えられ、本系列はすべての営業運転を終了した。ただし、旅客運用が2月24日までであったのに、対して、雲に8万3100番台3両は、他の旧型との混成で6月末まで運用が残り、それが、 最後の営業運転である。廃車階層については、他の休憩車と同時期となったため解体作業に相当な期間を要し、編成谷での旅客車は区百86,301、三百83,02、万三83,49、区千86,342が営業運転終了から1年以上経過した1984年3月1日に、車両谷では、 雲に83,103雲九54,129雲葉61,15区葉68,420雲に83,102が、同年3月14日に実施され終了した。飯田線重当車廃車後の車席を有していたのは、保存予定で、柳井駅構内に留置されていた、もは81のみとなったが、1985年に、廃車となり、 電気機関車牽員で配給改装された。本系列が日本の鉄道車両界に与えた影響として、茶色い試色塗装が当然であった時代に、湘南色と呼ばれたオレンジと緑の塗り分け塗装を導入し、利用者、鉄道事業者双方に新鮮な驚きを与えて、以後の鉄道における多彩な車両と食導入を、 歓喜したことと、クハ86系二次車以降で採用された後に、湘南スタイルと呼ばれる戦闘車の前面2枚、窓デザインが挙げられる。エンパイアビルダー当時の日本において斬新であった、この図書区は、静岡県地方特産のみかんの実と葉にちなんだものと、言われ、国鉄も後には、そのように PR している。しかし、実際には、アメリカのグレート、 ーザ山鉄道の大陸横断列車、エンパイアビルダー用車両の塗装にヒントを得て、警戒色も兼ねて、これに近い色合いを採用したことを開発に、携わった国鉄技術者が証言している。なお、湘南色及び、同時期に名色化された横須賀線電車の塗色採用過程での試験塗装として、 1949年末頃に横須賀線で運用されていた3 2系も、波32028を使用し、電気側側面を湘南色、空気側側面と正面をスカイロに塗装した実車試験が実施され、同社は一般乗客からお化け電車とあだなされた。当初は窓周りが比較的濃い朱色であったが、評判が悪かったために、 未完食に変更した。他にも、サイドや明度は、塗料退色が関係する、耐久性の問題、時代、担当工場により、塗り分け線とともに、幾度か変更されてきた。この塗色は以後、国鉄の直流近後系急行系電車の標準塗色の一つとなり、現在の本州 JR 各社にまで引き継がれ、東海道本線で運用された211系、 さらに JR カゴに製造された e 2 3 1系、e 2 3 3系や JR カゴに改造された宇都宮専用の2 0 5系6 0 0番台にも帯色としては多少色が薄いものの湘南色が受け継がれている。詳しくは湘南電車湘南色を参照。また、本系列及び7 0系で採用された運転台周りでの前窓を囲んでひし形を呈した。 局面塗り分けは、金太郎塗りと呼ばれ、初期の試作型機動車を、はじめ多くの私鉄でも採用された。塗り分け調整全金属製車と、半構成車の塗り分け線の相い全金属製車、区ハ85,109半構成車区ハ86,112、区ハ 86KS300 番台。 水田工場塗装試行車区派86,300番台、塗り分け線の相意区派86,306、初期製造車、使用区派86,302増備車、使用湘南色の塗り分けは、全金属車体となった300番台車とそれ以前の、ウィンドシルヘッダー付き反抗性車体車とでは、車体構造や、側窓寸法の相違から、 基本塗り分けラインが異なり、根結運転時には、美観の点で難があった。このため、高月電車区、岡山運転区所属者を担当していた、水田工場では、編成時の美観を第一に考えて300番台の塗り分けラインを、在来車にできる限り合わせて、塗装を行った。その結果、編成として見た場合は塗り分けラインのズレが目立たなく、なったが、 300番台車両単体では、倉庫のオレンジ色の部分がほとんどなくなるなど、不自然な点もあった。300番台に対する水田工場独自の塗り分けは1978年の、岡山運転区配置車全廃まで続けられたが、この間に立ち区へ転出した車両は、以下の対応が取られた。また区波86系300番台では、以下2種類のバリエーションが存在する。 本措置は晩年まで製造時のままとされた車両が多数であったが、飯田線での運用開始により、浜松工場が検査担当となると、さらに以下の変則塗装が発生した。湘南色以外の塗装路線事情などにより、湘南色以外の塗装で営業運転に投入された本系列の事例には以下の4件がある。80系の影響を受けた。 全面形状 e f 五十八系西部鉄道雲百五十一系鹿島鉄道機四百三十一系国鉄補線工事用モーターカーク八十六系二次車以降の二枚の大窓を採用した全面形状は日本の鉄道車両デザインとして特筆すべきものであるそれまでの日本の電車全面は中央にしばしば貫通扉があったことや デザイン面の慣例も手伝って三枚窓がほとんどであったが、本系列のデザインを変更以後1950年代を通じ、国鉄、私鉄を問わず、日本の鉄道界には、同種の正面二枚窓デザインが大流行した。一般の電車は、無論のこと、路面電車、電気機関車、機動車、ディーゼル機関車、工作線車両にまで急速に電波し、果ては、 森林鉄道向け小型ディーゼル機関車や、鉱山鉄道のナローゲージ電気機関車、国鉄の保線工事用、モーターカーに至るまで採用された。日本の鉄道車両市場空前絶後とも言える、極めて得意な流行であった。二枚窓デザインには、運転士に広い運転室と、良好な視界を確保できる実利性があり、また一般にアピールするデザイン面でも斬新な。 印象を与えられるメリットがあった。基本は、中央上部に一等埋め込み式前章刀を設置し、前面上半部を後継。正面中央を折り曲げた、鼻筋の通ったデザインである。ただし、前面窓を一段くぼませる、前章刀を倉下に下ろして二等か、花筋を排して、丸みのあるデザインに変更するなど、無数のアレンジメントも存在する。さらには、 申請者ばかりでなく休憩者の更新改造で改装する例も見られた。これらの車両をその後は湘南タイプ、湘南スタイル、湘南顔と呼ぶようになった。また、大型のスカートを装着して海坊主と呼ばれた車両も存在する。なお、日本で最初にこの全面スタイルを採用した鉄道車両は1950年末から1951年初頭に 休憩、ボギー機動車を2両に分断改造した、最大時鉄道の単単式機動車機械8.10であると言われているが、そのデザイン採用に至った、当時の経緯は定かでない。第二次世界大戦前の流線系ブルム機には、全面中央を分割線として、窓を2枚に左右対称配置する、手法自体は、電車、機動車で広く見られた。 工業デザインでも流線系の導入が鉄道より早期で後半であった自動車デザインの世界では1930年代の流線系ブルム機から平面のフロントウィンドシールドを中央ピラーでに分割して傾斜させるデザイン手法が先行して急速に広まっており区ハ86系二次車が出現した1950年時点では乗用車 バスのいずれにおいても珍しくない形状であった。だが日本では、鉄道での湘南型流行機と同時期、自動車では、視界改善の必要から、一枚ものの曲面ガラスを用いた、ピラーレスのフロントウィンドシールドが主に用いられるようになり、その傾向は、特殊車両を除いて21世紀初頭まで続いている。80系が、 戦前型地流線形電車や先行する自動車から、モチーフを援用した部分があったのか否かは、開発者やその周辺からは明らかにされていない。実例後年になって、関東地区でも、貫通扉がないことが運用上で様々な支障を、もたらすことが表面化し、結果として、昭和30年代中頃までに流行は終了した。既存車両についても、まず、東武鉄道が、 貫通扉設置改造に着手し、その他の会社も次第に全面貫通化改造した例が多く見られた。路面電車でも都電7000型などで3枚窓形態に改造した例がある。しかし近年に至るまで湘南スタイルを採用し続けた事業者も存在し、大手施設の例を挙げると、京王帝都電鉄では固定編成で運用される。 井の頭専用3000系電車が1988年まで、西武鉄道では3000位系電車が1987年まで、それぞれ湘南スタイルの全面形状で製造され、続けた。京阪電気鉄道では1979年に登場した2代目500型、以降、大津線向けにセンターピラーによる連続窓ながら、正面2枚窓の車両を導入し続けている。 さらに、ローカル施設では、上新電鉄が2013年に7000系電車を登場させた。国鉄車両では、157系電車がこのデザインに2 9 5 0ト、mm、ル幅車体、高運転台、パノラミックウィンドウを採用した種もしくは発展型と捉えられ、さらに117系電車及び185系電車へと発展したほか、 JR 貨物の M250 系電車でも類似したデザインが採用された。また、JR 四国の5100系電車では、センターピラーによる連続窓ではあるものの、低運転台で鼻筋の通った傾斜系2枚窓とされ、湘南スタイルの基本デザインが踏襲されている。なお、2代目湘南電車としての位置づけがなされている153系電車は、 本系列の欠点である非貫通型を排して、機能的な貫通型へ形状を一新したが、側面にかけての交代幅は継承する形で、設計された。国鉄及び、大手私鉄の湘南スタイル代表形式このほか、小田急1700系、電車3次車や2200系電車、京阪500型電車、西鉄313型電車及び、エ10系電気機関車も、 正面2枚窓で、湘南スタイルの影響を受けてはいるが、傾斜がなく鼻筋も通っていない形態のため、本校では除外する。区派8万6千1も派8万1、交通科学博物館時代藤沢駅キ,キオスク185、K80K 湘南色ルック、K、系列という概念は、1964年制定の、車両管理規定に基づき定められた。 車両を称号基準規定により生じたものであり、開発された当時、国鉄には、K、系列という概念が存在しなかった。本校では便宜上の総称として、80KA もしくは、本系列と表記する。真鍋雄二は1991年の論考で、80K について以下のように表している。車両技術指摘側面から、湘南電車を表してみると、 国鉄には1910年代の京浜線電車以来の電車列車の伝統があり、80軽電車がさほど画期的な電車とは思えない。むしろこれまで培ってきた電気車両技術の一つの到達点を示した電車であると思われる。電波43200型は製造途上で客用扉増設と、 座席ロングシート化によって通勤者の出派63100型として落成。中間組み込み予定のサロ43100型は、京浜線に転用された。電化工事自体は1949年中に、静岡、浜松まで完成したが、諸事情から、沼津伊勢への電車投入はやや遅れた。館長における計画承認では、 一般に大規模な計画をそのまま承認させるのは難しいが当初は規模を小さくした上で予算が承認された計画について後から追加予算で規模を拡大することは比較的認められやすい傾向がありこれを逆手に取った策である後の新幹線計画承認及び予算確保でもこの策略的手法が洗練度を高めた上で活用された 空気圧指令のみで12両編成を可能とする。これに対し本系列で採用された、営動差弁では、中継弁や電磁弁を併用しない場合は、電車用で6両編成が上限となる。東洋電気製造の電動化無軸制御機や、三菱電機の単位スイッチ制御機など、路面電車では、先進的な油圧化無軸制御機の採用例もあった。また一部では、 公売区間でのそもそも遅などを目的とした発電、改正ブレーキの常用が行われており、ブレーキの電空動機という点では未熟で操作時に、制御機とブレーキ弁を使い分ける点で乗務員の習熟を要するが、ブレーキ臭の摩耗量激減やタイヤ視感の抑止など、大きな成果を上げていた。標準機関路線が多いこともあり、国鉄が、 端子電圧 675V 時1時間定格出力 100kW の標準電動機である MT15 を採用し始めて間もない1927年には、すでに端子電圧 750V 時1時間定格出力 150kW の東洋電気製造 TDK-527A が神経反鉄道 P-6 形容として実用化されている。その後も、 国鉄と同じ供給用 150kW 級電動機では、東洋電気製造 TDK-529A と日立製作所 HS-262AR が、それぞれ半和電気鉄道もた300も400型と、南海鉄道電球形用として1929年に完成。1933年には、 戦前の電車用種電動機最大出力を記録する、端子電圧 750V 時1時間定格出力 170kW 級の芝浦製作所 SE-146 が、大阪市電気局 100K 用として完成するなど、速度競争の激しい関西施設では、国鉄を大幅に凌駕する大出力主電動機の採用が目立った。その多くが、 欧米製品のライセンス生産内誌は改良品を基本としていたが、南海鉄道が多用した日立製作所製品は、例外的に戦前から独自開発を一貫していっていた。1950年2月9日に、東海道本線、ほどがや戸塚間を14両編成で試運転中に13両目の、模波827と最後尾の区波86,017が消失。 二両とも復旧工事後に営業運転へ投入された。詳しくは、湘南電車火災事故を参照。湘南電気鉄道による設計認可申請後、担当官からは、中央干渉連結器をありしことに床下に相当、重量の電気器具機械類を懸垂する車両にお手中、両、側両より、小なる材料を使用しかつつ核をう両部前に設立。 ガセットプレートに手属記号はセタル構造派だと、ならざるをもって、相当強度を、有する通り資材料の中央、両二回無る字との紹介が発せられた。紹介という定裁を取りながら何の数値的根拠も、示さず、またその設計の意図や根拠を問うことをせず、ただ、だと、ならざると決めつけて前例に従った形への設計の、変更を強要したものである。 HK の設計認可時には、様々な事情から特任が与えられたが、担当官は、その付帯条件として、以後の増備車での中両設置を義務付け、この設計手法の沿用を禁止した。電車としては低いが、客車列車と比較すれば、飛躍的な性能向上であった。端子電圧 750V 時1時間定格出力 142kW。 定格回転数 870rpm 1100rpm。端子電圧 675V 時1時間定格出力 128kW。定格回転数 780rpm 1005rpm。戦前の鉄道省時代には、送電時のロスによる電圧効果を1割と見込んで河川電圧を直流 1350V とし、 モーターを2個直列で使用することを前提に、端子電圧を 675V として、主電動機の設計を行っていた。戦後は逆に変電所から送り出す段階で、その効果分を見込んで、最大で 1650V 程度までの範囲で、昇圧した状態で給電し、架線経路中での高圧により、 河川から終電する段階で定格の直流 1500V となるように変更された。1945年より研究が開始され1948年より、東洋電気製造 CS100A、日立製作所 CS101CS102、川崎重工業 CS103 の3社4種制御機を試作し、3年にわたり運用試験を実施。 その結果を反映して正式化設計が実施された。1952年度予算で発注されたグループ以降に採用。弱めかい気動機能そのものは1949年の8 0 k 営一次車用 CS5A で初採用。これらは、側枠、トランサム、橋張りの3種の中高性部品をボルト組み立てする構造で共通し、 側枠の軸箱部周辺を除きほぼ同一設計である。なお、両形式ともに、側枠とトランサムを結合する、リーマボルトの頭部を収めるための開口部が、側枠中央部に設けられ、それぞれ途中で設計変更されているが、この設計変更内容も共通である。これに伴いバネボーブの側枠からの飛び出し量が、 DT15 に比して増大し、車体の床に食い込んで見える外観となった。肉厚を減らして必要な部分に限って補強用、ヒレを設け、トランサム固定ボルト穴群の左右外側それぞれに、角を丸めた三角形の軽め穴を開口するなど、必要強度を確保しつつ可能な限りの軽量化が行われた。製造時点より、 客車用台車の TR23DE 相当の構造となっている客車において実施された改造は一旦台車全体を解体するため費用がかさみ実施車両は最低限にとどまる TR48 の後継として DT20A の付随台車版である仮称 TR51 も設計されたがメーカー各社の製造技術の際や供給能力を勘案して付随台車は 中高生の本台車が継続採用となった。ゲルリッツ式は第二次世界大戦前にドイツで開発された高速運転対応台車で2段リンクで長い重ね板バネを吊り下げた枕羽部分を特徴とし、これと軸箱直上の板バネをウィングバネで支持する機構を併用する構造となっており、日本でも戦前に32.35系客車にで試験が実施された。 DT20 で採用された上、天秤ウィングバネ方式は、このゲルリッツ式の一方の特徴であった、軸箱直上の板バネによる、イコライジング機構を単純な天秤に置き換えたもので、もう一方の特徴である枕バネ部の機構は、ホイールベースが極端に長くなることが嫌われ、採用されていない。 元々は老朽化の著しい DT10 装備のモハ30.31の交換用台車としても使用できるよう設計されたもので、それゆえ軸挙などの基本寸法は DT10 と揃えられ、側受けも新型車用と休憩車用の2箇所を選択可能なように設計されていた。しかし休憩車の台車については、電装解除による主電動機の撤去で、 負荷重量が減ったことで制御者へ転用する延命が行われて解決が図られたため代替を用しなくなり、この結果、DT20A は本系列の他に 70K300 番台、72K920 番台などの休憩、国電最終機の新造車に限定して採用されるに止まった。2018年現在では、 西武鉄道から大井川鉄道に譲渡された E31 系電気、機関車に、飯田線で最後まで運用されていた、モハ80系300番台の廃車発製品が、流用されて減損する。自動空気ブレーキの開発元である、ウェスティングハウスエアブレーキ車流の命名ルールでは、A 動作便中継弁、電磁吸配弁の組み合わせの場合は、空気制御系を優先して、 R ブレーキと呼称されるのが通常である。だが国鉄では、戦前から使用していた AE ブレーキに新たに中継弁を付加したという実用化の経緯からか、R と E の順序を逆転させて故障を用いた。あま RE ブレーキなどとも通称される。その機能から電磁球排弁あるいは電磁動機弁、電磁突出弁もしくは単に電磁弁などとも呼ばれる。国鉄では、 客車用は AV ブレーキ装置と故障。A 動作弁は鉄道省の標準的な客車用自動ブレーキ弁として日本エアーブレーキが WH 車制有事材弁の利点を取り入れつつ1928年に開発したもので、地電車、機動車にも採用され、1970年代まで長きにわたり日本の国鉄、 私鉄における旅客車用自動ブレーキ弁システムの主流を成した。WH 社の命名ルールでは、厳密に電動車、制御車、付随車用自動空気ブレーキを区分する場合には、それぞれアマ赤 ATA と呼称する。ただし、日本の私鉄などでは編成長が短く付随車が少数であったこともあり、電動車用で代表してアマブレーキなどと呼称する例が多く見られた。 前面のみ雨戸位置を上げた張り上げ屋根構成となっているが、基本設計は、もはゆに 61K のそれに順じる。8103.108から110は2位側に、300番台4両は3位側に設置。300番台4両は1969年3月から5月にかけての改造で、試行時期がほぼ同時期ながら、増設運転台の前面窓は、 後年になって、H ゴム固定窓化されたため、携帯が3タイプに分類される。ハット後の区波103型高運転台車と告示した、形状で、デザイン的には、全商灯が、白熱灯一灯、行き先表示器未装備、ステンレス製の飾り帯がないなどの際がある。関西地区配属車については、更新修繕工事以前に H ゴム化改造を受けた、車が多数存在する。 正面3枚窓の86001から0202、ついては原型に近い半埋め込み型のまま 250W 化された車と埋め込み形に変更された車がある。申請当時からの三段窓プレスドアが残地していた車及びサロ85軽初期型の木製扉に関しては全て交換した。 通風口設置スペースを確保するため、正面2枚窓車については100.300番台車より、天地寸法が小さいガラスが使用された。中部地区では1972の1973年に、山陽地区では1976年まで施行。横須賀線天ニと引き換えに、申請配置された。同社は試験終了後に、 大船電車区へ転出し、一年間は冷房装置を使用した。しかし、冷房時には窓を閉めるという習慣が理解できない乗客が多く、使用には苦労したという。その後冷房装置と MG は撤去された。大船電車区転属時に70系電車との並結改造を施行していたので、引き続き横須賀線で運用されたが、 鶴見事故では折り 2113S の3両目に組み込まれていた車両でもある。4両目のもは779は粉砕大破で廃車されたが、同車は連結面を消破した程度で復旧。1968年には、区波77003に格下げ、制御車改造され、両毛線、あがつま線で運用。1978年に廃車となった。 この MG は後に1 5 7系の機品尺路157から1に搭載された。国鉄車両全般では、特急用食道車として新造された寿司37,850、型が初採用例である。中でも、比叡は、名阪間所要最短2時間39分を達成、当時の名古屋大阪間の輸送において競合する。 近畿日本鉄道との競争でも優位に立つことができた。当時の近鉄は名古屋線と大阪線との間で期間が異なり、特急でも伊勢中川駅での乗り換えを要したためである。1 5 3系の SED 電磁直通ブレーキは非常便部に A 動作弁を搭載していて、運転台のブレーキ弁にも自動ブレーキ動作のための制御段が設けられていたため、 これを使用することで自動ブレーキ車として運転することが可能であった。1962年から1963年にかけては早期落成した北陸地区用4 7 1系を大垣電車区と高槻電車区に貸し出し定期運用の比営に投入。年出した1 5 3系をハリマに投入した実績がある。当時の上越線急行列車は 下り上りとも、発車順に、ヤヒコ、佐渡、コシジの順に、列車相性が付けられていた。新潟電化当初は165系電車の、完成以前であり、従来からの上の新潟間急行列車は、大方が、全区間電気機関車、懸引客車列車とされた。もう一往復は準急雪国で、長岡発着のまま残ったが、1962年1月から、 サロ153型一両を含む多町電車区の 153K42M3T7 両編成が投入されており、同じ区間で準急の方が急行より設備が上という逆転現象が生じた。1968年10月のダイヤ改正で、残った準急列車もすべて急行列車に統合された。半和線で52系電車による、 特急電車が運転された例があるが、これは特急料金不要で現在の特別快速に相当する。東海道線運用の終了後に置き換えられる形の転用で玉付きとして52系及びその編成に一両組み込まれていたスカイロのサハ87が廃車となった。オマハオレンジとオリーブグリーンと呼ばれる2色を基本とする塗り分けであるが、境界部に 黄色の細体が入れられるなど、湘南色と比べると格段に複雑な塗装であった。ヒントを得た媒体は広告ポスターであったとも、海外の鉄道雑誌であったとも言われる。公式試運転時に、国鉄総裁や、招待客による試乗が行われたが、このうち、宮田茂雄、画家、医師。当時 NHK ラジオのクイズ番組、20の扉にレギュラー出演して大衆にも、 署名であったは、新聞記者の質問に対し、中は綺麗だが、外の色でぶち壊しだ。塗り替えてもらいたいねと応じている。また、錆止め塗料そのままの色ではないか。まるで、中華料理店のようという表もあった。左派87,317からの改造車。同社は、初期製造者であるが、工場入場時に正面のみ造備車同様へ、塗り分け線を変更。 同様の事例として1975年に広島運転所へ転出した区波111型に横須賀色を塗り分け線のまま湘南色で塗装された車両が存在した。関西宮殿色の系譜を引き継ぐ車両が再び出現するのは1979年に開発された宮殿の後ろ身となる新快速用117系電車である。 k 王専用は1963年の初代5000系以降は正面貫通扉設置車両とした。事故代替車を含むと1991年。1から31号機は当初、従来形のデッキ付き箱型車体で製造され、後に湘南スタイルに改造された。AB 多くの箇所に復元が行われていない、状態が残存する。全面窓枠。 戸袋窓枠の段差がない。全消灯の形状が原型と大幅に異なる。更新修繕以前の状態である張り上げ屋根になって、おらず雨戸い直上から屋根布が張られている。全面裾のタイフォ本が未撤去。客室天井の通風機形状が更新修繕以前のものに戻っていない。正面塗り分け線が更新修繕以前とは異なったカーブになっていると。 新幹線に至る日本の電車発達市場における価値の重要性を認められ1986年10月14日に指定。結果的に約1週間だけ1 1 3系と8 0系レプリカの顔合わせが見られた。この病院の当時の理事長、院長はかつて国鉄や西武鉄道の食卓医を務め、鉄道ファンとしても著名な人物でもある。また、 病院敷地内には、同じ湘南タイプの全面を持つ西部351、軽電車のカットボディもあったが、2008年4月に解体された。ありがとうございます。